優勝戦一号艇木下翔太選手ですマザユースおめでとうございます。はい、ありがとうございます。準、えー、優勝戦は逃げて白星でした。振り返ってみてどうでしたか？あのいい端的だと思います。はい。そしてモーター40号機ここまでの仕上がりはどうでしょうか？あのー、数字ないんですけどあの前線から感じよくてはいはいあのー、40%ぐらいの体感してます。はい。特にいい部分というのはどこでしょう？うんまあバランス取れて スリットで負けることもないですし、あのターンも気に入ってるので、はい、はい、余裕あると思います。はい、そして今節、向かい風多い日なんですが、スタートの見え方はどうでしょうかそうですね、やっぱ足がいいので、あの、感動りいけてますし、あの、ちゃんと対応できてると思います。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、えー、ビアコ好きなので優勝して帰りたいと思います。優勝戦2号艇、岩瀬優介 岩瀬雄介選手ですまずは雄出おめでとうございますはいありがとうございます、えー、琵琶湖は三年半ぶりの登場なんですがここまでの戦い振り返ってどうですかまああのー、ぼちぼちレースで来ていうかなという感じですはい、はいえー、モーター75期ここまでの仕上がりはどうでしょうかそうですねまあバランスといているかなとは思ってますはい、はいえー、優勝戦2号艇です上積みしたい部分調整したい部分は特にありますか そうですね。まあ、あのー、バランスを崩さないように、えー、最後は調整したいと思います。はい。えー、節感通して、スタートの見え方、いかがでしょうか。うん、ダッシュ、ちょっと、関東は合ってないんですけど、まあ、スローなら、はい、あの、いけてるので、まあ、明日もこの調子でいきたいです。はい、わかりました。それでは、最後にファンの皆様にメッセージお願いします。えー、そうですね。優勝できるように頑張ります。優勝戦3号艇、菊池峰春選手です。まずはユース、おめでとうございます。 ありがとうございます準優勝戦は2マーク差しから2着でした、振り返ってみてどうでしたかそうですね、まあ1マークはちょっと失敗したかなと思ったんですけど、まあ、その後エンジンの、まあ、後押しがあって、はい、まあうまいこと2着で残せましたエンジンの後押しがあったとおっしゃっておりましたが、はい、モーター22号機、仕上がりはどうですか そうですね、まあ、中間整備が入ってて、本当、出足中心に、まあ、バランスが取れて、10畳ぐらいっては言えると思います優勝戦は3号艇です、優勝戦に向けて、上積み、調整したい部分はありますかいや、特に考えてないです。今節、ホーム向かい風の日がつ続いておりますが、スタートの見え方、そこそこですね、そこそこそそ、はい、かりましたそれでは最後にファンの皆様に、メッセージをお願いします、はいえー、悔いのないようにレースしますんで、応援お願いします。 優勝戦四号艇小坂直也選手です。琵琶湖は連続優勝となりました。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ええ、三十日フライング休み明け今シリーズここまで戦って。どうですか、はい。ちょっとスタート感とか、あの休み明けの分。ちょっと。感が悪いなとは思ったんですけど、だいぶ修正できてきました。はい。そして、モーター十四号機、ここまでの仕上がりどうでしょう。まあ、そうですね。仕上がりは普通ぐらいと思います。はい。準優前、ボートが変わったんですが。はい。仕上がりは。 まあ、変わった変化というのはありましたか。そうですね、変わらずやったと思います。はい、わ、はい、かりました。えー、節間を通してスタートの見え方いかがでしょうか。ちょっとあの届きが悪いですね。あの風が強かったりで難しいです。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、えー、セイパーします。応援よろしくお願いします。優勝戦5号艇宇佐美純選手です。マザーユースおめでとうございます。ありがとうございます。ビオコはかなり久々の登場でしたが、はい、今節ここまで戦いを振り返ってどうですか。今日はだいぶ 感じが全体的に良かったと思いますはいそしてモーター38号機ここまでの仕上がりどうでしょうか序盤はちょっと伸びが足らないなと思ってたんですけど今日の準優勝戦走ってみてそんなに気にならなかったので、はい、このまま行きたいなと思いますはい、はい えー、優勝戦に向けて伸び以外で上積みしたい部分というのはありますかいや、もう特にはないです。回転をしっかり合わせていきたいです。はい。そして今節、ホーム向かい風の日、続いておりますが、スタートの言い方、はい、いかがでしょうか、まあ、だんだん合ってきてると思います。はい、わかりました。それでは最後にファンの皆様にメッセージをお願いします。精一杯頑張ります。優勝戦、6号艇、若林師匠選手です。まずは輸出、優勝おめでとうございます、はい。ありがとうございます。えー、30日、フライング休み明けの今節なんですが、ここまで戦ってどうですか、はい、うーん ちょっと微妙ですねはい、はいえー。モーター49号機仕上がりはどうですか伸びとか下がることはないんですけどちょっとレーサーし弱いかなと思いますはい、えー。明日優勝戦は6号艇です優勝戦に向けて調整は何か考えてますかちょっとプロペラ叩き変えて反応を見てみたいなと思いますはい、えー。節感通してスタートの見え方どうでしょうかうん、ダッシュがやっぱ風吹いてて難しいですねはい ありましたそれでは最後にファンの皆様にメッセージお願いします。はい。一生懸命頑張ります。応援お願いします。